すみません、立命館行ってみたいと思います。今日の全体像はこちら。段落は9個あるんですが、まあ、ちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、最初の4段落行ってみたいと思います。で、質問形式はこれですからね、一緒に頑張りましょう。すみません、第1段落でございます。皆さん、後ほどこの下線部、あーですね、これに関する説問を解くことになりますので、まずは一読をお願いします。サミさん、下線部、あーでございます。皆さん、この説問の指示をお読みいただけるとわかるかと思いますが、このディスが指している内容ですね。それを皆さん、選択肢の中から選ぶ。そういう問題になっております。で、皆さん、普通に考えたらディスとありますので、直前の内容ですよね。ですから、今、画面で見えてるとこですね。そこと選択肢照らし合わせていただけると、正解が見つかるかと思います。検討をお願いします。で、皆さん、先ほどお伝えした通り、this と書いておりますので、直前の内容ですよね。ですから、まずはこの三角括弧でくぐったところ、皆さんはそのあたりを見たかと思います。で、じゃあ選択肢の1番。具体的には書いていないですね。で、選択肢の2番も文化の話はないですね。で、選択肢の3番も様々な観点。なさそうですね。ですが、4番であれば、これは書いてそうですね。アイデンティティの再構築。皆さん、下線部引っ張りましたが、このあたりですね。ですから、これは言い換え可能ということで、4番が正解でよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落でございます。今度はこの空欄 A ですね。それを解いていただくことになりますので、まずは一読をお願いします。さあ、皆さん、空欄 A の選択肢でございます。5択になってますが、検討をお願いします。すみません、これ我々は忙しいと書いてますが、皆さんこれ空所の右側のこの辺りですね。アイデンティティを再定義すると書いております。ですから先ほどの段落のこれですよね。アイデンティティを再構築する。皆さんここと言ってることほぼ同じでございますので、ですからこのオレンジの三角括弧でくくったところ、そこと選択肢を照らし合わせていただけるとよろしいかと思います。そうすみさん、ここですね。ほとんど絶え間なく。ここと言い換え可能な選択肢がありますよね。そうです。絶え間ないわけですから、いつもということですね。で、念のため他の選択肢を確認いたしますが、まずは括弧1番。または。そして3番は一度もうにゃうにゃない。で、4番は滅多にうにゃうにゃない。で、5番は一時的に。ですから、やっぱりこのほとんど絶え間なくとつながるのは2番ですよね。ですから我々はいつも、昔からずっと忙しいんですね。それはアイデンティティを再定義すること。意味内容もバッチリでございますので、2番が正解でよろしいかと思います。さあ、続いて第3段落でございます。で、皆さん、注釈が2箇所ついてましてですね。まずはこちら。綿密な調査。そして皆さん、2つ目こちら。likes ということで、皆さん、これは SNS のいいねですね。で、それをもとに、この後、空欄 B と空欄 C ですね。問題解いていただきますので、まずは一読だけお願いします。で、皆さん、この空所 B ですね。それに入る選択肢をこの5択の中から選んでいただきたいと思います。で、皆さん、手前の段落、このあたりですね。そこは実際ヒントになるので、このあたりから皆さん一読していただいて、検討をお願いします。さあ、皆さん、空所 B の右側、聴衆と書いております。で、インターネットがどういう聴衆を我々に与えてくれるのか。で、その話が手前の段落のここに書いてあるんですね。で、皆さん、その聴衆が増えてきてますよ。というふうに書いておりますので、皆さんもう選択肢わかりますよね。そうです。聴衆が増えてると言い換え可能な選択肢がありましたね。そうです。増えてるわけですから、ビッグオーディエンシスということでいけそうですね。で、選択肢の2番は流行の。で、3番は時代遅れの。で、4番は裕福な。で、5番はよく知られている。もちろん、1番以外、どこにも言い換えがないですよね。ですから、あくまでも聴衆が増えている。そこと言い換え可能な選択肢があるわけですから、1番が正解ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて空欄 C でございます。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、これ、ザ・ウニャウニャウェイと書いてますよね。
で、ありがたいことにヒントはその左側に書いてますね。もちろんこのダッシュが決め手ですよね。皆さんこの棒線でございます。そうです、皆さんこのダッシュはこの左側の表現ですよね。それを右側で言い換えてくれるわけですから、このダッシュの左側と右側はほぼ言ってることが同じ、つまり言い換え可能でございます。ですからまずは第1番目のヒントはこのダッシュの左側で、皆さん読んでみると、親しい友達、親友からの静かなフィードバック、つまり静かな反応とか静かな意見のことですよね。で、それがうにゃうにゃウェイ。まあもちろん選択肢これですよね。もちろんこのダッシュの左が読んだだけではさすがに言い換えが見つからないので、別のところにヒントを求めていきたいと思います。で、皆さんこの close friends、親友、親しい友達ですよね。で、その親しいお話がここに書いてますよね。intimate ということですから、親しいとか親密。ですから、このあたりもヒントになってきそうですね。そして皆さん、次にヒントにできそうなのは、この from A to B ではないでしょうか。皆さん、A から B まで change、変わりましたって書いてますね。で、皆さん、どう変わったのかということですが、皆さん、ヒント、パブリックですよね。公。つまり、人の目に触れやすくなってるんですよね。しかも、スクルートニーって書いてますから、調査。ですから周りの人たちから見られている様子が伺えます。で、それがいいねだったりコメントに現れてますよね。つまりそのあたりがここですね。受け取ることができております。ほとんど瞬間的に反応ですね。一瞬で意見反応を受け取る。まさに今の SNS の時代のことですよね。で、そういう状況を引き起こしているのは全てこのインターネットが原因ですよね。ですからこのオレンジ色で書いてるところは全て今の時代、インターネットの時代ですね。その話が具体的に述べられているだけでございます。ということで皆さん、この緑のところですね、もちろんそれはインターネットが出てくる前の時代の話でございます。ですからこの空欄 C のところにも昔の話、過去の話、インターネットが出てくる前の話ですね。それを選択肢の中から選んでいただけるとよろしいかと思います。そうすると皆さん、選択肢の1番、電子のと書いてますから、これもさ、インターネットの話ですね。そして選択肢の2番は、広範囲にわたる。もちろんそれは皆さん、親密な友達。親しい友達とは相反するお話になりますよね。こっちは近い話ですからね。で、選択肢の3番は、手の込んだ。それもインターネットの話ですね。そして4番、革新的な。そうです。インターネットは革新、革命をもたらしてますよね。一方、選択肢の5番、traditional ということですから、昔からの、伝統的なって意味ですね。ですから皆さん、こういうオレンジのインターネットの前の話でございますので、5番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。注釈は2箇所ついてますからね。で皆さん、それを踏まえて、こちら空所 D。選択肢これでございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、我々人間はそのインターネットですね。で、それに遅れずについていこうという努力を、まあ、するのかしないのか。で、まずその一つのヒントはこのダッシュですよね。そうです。先ほども出てきました。ダッシュの左側の内容をダッシュの右側。そこで言い換えてくれておりますので、この三角括弧のところがまずは一つ目のヒントになるかと思います。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、その競争に我々人間は勝てないんですね。ですからまずダメそうなのは2番ですよね。皆さん、これだとコントロールできている。掌握できている。そうです。掌握できているんだったら勝てますよね。ですが今回は勝てないと書いておりますので、2番は×。で、そのインターネットに遅れずについていこうとしているのか、ついていこうとしていないのか。皆さん、この辺でわかりそうですね。E メールの反応にやきもきしております。そして皆さん、次の文章もそうですね。返事がないことに対して心配をしております。で、そういう心配が出るのは、普段からインターネットに絡んでるからですよね。逆に絡んでいなかったら、こんな心配はないかと思います。そして皆さん、絡んでいないという選択肢が削れそうですね。まずは選択肢の1番、エスケープですから逃げております。で、そして選択肢の4番、
プリベントですから妨げるってことはインターネット使えないということですね。で選択肢の5番プットオフですから延期するってことはインターネット絡んでいないということですね。で一方選択肢の3番であればそれそのインターネットに遅れずについていこうという危険を犯してるんですよね。ただまあ負けてはいるんですがインターネットに絡む姿勢がちゃんと書かれております。だからこそやきもきしたり心配をしちゃうんですね。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。サビさんお疲れ様でございました。今からは回答へのプロセス、それをまとめてみたいと思います。先ほどの空小中問いの A ですね、これを例にいきますね。もちろんこの空小に入る正解は Always、 ただどうやってここまでたどり着いたのか、もちろん皆さんが注目したのは設問箇所の前後、つまりこの空欄 A を含んでいる文章中ですね。その前後を皆さんは見ているはずです。そうすると皆さんはこれにピンとくるはずですよね。アイデンティティを再構築、そこと設問箇所のこちらアイデンティティを再定義する、あー言ってること同じだなと思ってこの辺りをもう一回見てみると、あーこの辺りと選択肢言ってること同じだな、ほとんど絶え間なく、あーいつもと同じだなと思って Always に丸をするとそれが正解ですから、結局これですよね。設問箇所の前後から言い換えを探し出す、ま、言い換えがあるから出題者は設問を作るんですよね。ですから我々も言い換えがどこかにあるはずという意識で臨んでいただきますと必ず正解は見つかりますからね。それを肝に銘じていただけるとバッチリです。ということで参考なさってくださいね。ではチャンネル登録もよろしくお願いいたします。